5ページを開けてください。世界地図5ページです。東南アジア、アフリカ州中央部、北アメリカ州など南部、赤道付近に分布している。まあ、これ熱帯雨林気候なんです。基本的に1年を通して気温が高いという特徴ですね。はい、高温単と言ってもいいでしょう。温度が高くて、雨が多い。ただですね、厳密に言うとすぐ近くがまた乾燥帯が近くにあるんで、赤道の近くはですね。はい、だからちょっと何とも言えないです。雨のことはあんまり言わないがいいかもしれない。次ですね、南極大陸はですね、氷雪気候ということになります。同じ寒帯でも。だから雪や氷に覆われているという表現になります。はい、3番はおなじみですね。二重丸してください。番号を二重丸してください。緯度が高い割に温暖であるというところを線引きましょう。マーカーで塗りましょう。緯度が高い割に温暖である、ですね。はい、いつも言ってますけどね、これはもう何回も登場しました。北大西洋海流という暖流と偏西風の影響を受けるからですね。はい、エジプト、日干しレンガです。エジプトはもちろん乾燥帯だからですね。日干しレンガ、雨が降ったらですよ、雨が降ったら日干しレンガはもうね、レンガの役目を果たせないんで、焼いてないからですね。焼いてたら別に雨が降っても関係ないんですけど、ただ乾燥して作ってるところ。まあ、ちょっと考えられませんね。雨が多い地方ではありえないということになります。まあ、雨が少ない気候だから。次ですね、南半球に位置する都市のものであると判断できる理由ですけど、当然、夏に気温が下がっているということですね。はい、夏に気温が下がっていて、冬に気温が上がっているということだから、南半球、夏と冬が、違う。これ雨温図じゃなく、雨、降水量じゃなくて気温で判断できますよということでした。はい、次ですね。床を上げてるというわけなんですけど、湿気を防ぐためですね。高い床式はね、湿気を防ぐために床を高くしていますということになります。はい、中国ですけども、沿岸部と内陸部で経済格差が大きい。どっち側がお金が高いですか、給料。沿岸部よね。沿岸部に経済特区が集中してますよね。ですね、上海ですね。はい。内陸部は農業中心なので、何倍も給料が違うと言われています。はい、次ですね。アメリカは敵地テキサスと言われるところですね。はい。大型の機械を使って広い面積を少ない労働力で耕作する大規模な農業も行われてきたと。まあ、もう一つはですね、適した土地に適した作物を栽培するというね、プレーリーのところは小麦でしょ、結局はね。あそこで放牧とかしないよね、普通ね。というわけで、この赤ペンで適地適作というのを書いておいてください。最適な土地、適する土地に適した作物を作るというね。2つ、これは大規模農業とまた種類、ちょっと表現が違いますよね。土地なんです、土地。これをできたら変えてほしいなとですね。大型の機械を使った大規模農業と適した土地に適した作物を作る適地適作という2つを変えてほしいなっていうのがあります。はい、次、フランスですね。はい。EU 加盟国が多いというのは、関税がかからないという、この言葉マーカーで見てください。EU 加盟国というのをマーカーで見ましょう。税金がかからないとですね、物って動きやすいんですね。ものすごく。はい。
そのままの値段で入ってきたりすると非常に、国内でも売れるでしょうし、自分たちのやつもね安くで輸出できると相手が買ってくれるんで、非常に物の流通が良くなる。まあ敷いてあげたら、税金、関税とかもおそらく経産省中か手続き上もいろいろめんどくさいんじゃないですかね。おそらく。そういったこともあると思います。普通はそういったのは書かないです。はい、50年ですけど、まあ人口爆発というのがあったりしましたね。アフリカ州の人口は非常に増えているということになります。はい、裏から行きましょう。ステップ3。はい、一番またまた二重回してください。前のページも同じことがありました。ですね。西岸海洋性気候というのを赤ペンで書きましょう。一番のところに。西岸海洋性気候ですね。雨の降り方はどうですか？雨の降り方は、西岸海洋性気候の雨の降り方は、別に多い月が少ない月とかあんまりないです。全体的に少ないんですけど、平均して雨が降ります。これはね、偏西風の影響が圧倒的に多いですね。雨って風の影響を大きく受けるわけですね。例えば一番分かりやすい例で言うと、日本列島があってですよ。まあ、例えばこういうところ山脈があずすぎないですか、例えば。これとかね。で、冬ってこっちから風が吹いてくる、北西の風。そしたら山脈に、山地に当たって、こっち側に雨が降るでしょ。日本海側に降ります。日本海側に雨が降りますよね。で夏は今度はこっちから南東の風が吹いてきます。北西の方で南東の風、そうすると今度は太平洋側に雨が降りやすいということですね。ということですね。まあ、梅雨はここに前線が停滞しますから、日本は全体的に雨が降るわけですけど、ただ前線の位置からして北海道に梅雨はないと言われてきたんですけど、最近若干変わってきてるんですよね。ああ、なんかエルニーニョの影響かなんか知らないですけど、まあちょっと前線の位置がこうずれると雨も降るよっていうこと。で、これ西岸海洋気候の特徴で、はい、2番の印をつけてください。2番は地中海性気候の特徴になりますね。火山高温型。地中海性気候。夏乾燥して冬雨が多い、ね。まあ、短く言うと、火山高温型。ですね。はい、ということでした。いいですかね。で、マレーシアは高い感になってるのですね。1年を通じて気温が高いので、降水量が多いので、家屋内の風通しを良くする、湿気を乱すためということになっています。はい。あとちょっと一台飛ばしましたけど、キトとマナオスというのはですね、これ、マナオスはですね、ちょうど、あそこです。熱帯雨林の、あれ、すごいジャングルがありますね。確かね。川は何ですか、あそこ、ブラジルの。アマゾン。アマゾン。ね。で、アマゾンのですね、熱帯雨林のちょうど代表的なのがマナオスになります。すごいでしょ、この、なんていうか、月平均気温ですね。はい。ということです。もう年中、暑いということですね。
あとはですね、ちょっと、皆さん、一つだけお願いがありまして、歴史の方も書いといてほしいんで、何ページまで書いといてもらいましょうか。一気に説明ずっとしていきたいと思います。17いきますか、17。全部やったら19やね。もう一気にいきますか。ね、書くぐらいやね。じゃあね、この二つだけちょっと皆さん書いてきてもらっていいですか。歴史19ページまで。紹介がですね。これ月曜までですか。あれも月曜もあります。あ、そうか、月曜ね。月曜、じゃあ月曜までにあれしてきてほしい。物理してきてほしい。はいはい。理科の物理学園しましょう。月曜まで何ページになりますか。物理これぐらいだったら別にいいでしょう。社会教育はちょっととりあえず月曜日に回しましょうかね。月曜日回しましょう。はい、ということでした。もうどんどんしばらくテキストをちょっと使えずにすいませんでしたね。これを仕上げていって力をつけていきたいと思ってますので、しっかり使っていきます。社会、ちょっと、きつくない？大丈夫ですか？今日何曜日？あ、じゃあ日曜一回挟んで、社会も行きましょう。はい。何ページか何ページになりますか？もう、歴史だけです。書くだけですからね。ちょっと他の勉強すると疲れたときに書いたらいいと思う。歴史何ページか。あ、これよく使う字ですよ。省略。見たことない？マジ？あ、そうそうそう。まあ、あんたたちは本当に、これ有名な話やでし。本当っちゃ。12から19？はい。はい。結構慣れるから。ね、歴史も変えてきてください。はい、ガンガンやりましょう。で、あと最近もらった人は大変でしょうけど、ちょっと頑張って追いついてください。変えてなかった人はね、何らかの理由で変えてなかった人はね。はい、じゃあ、月曜日の1時にまたお会いしたいと思いますので、月曜日1時に集合ですね。はい、では終わります。あとは、テキストをどんどんやってていいですよ。一番のね、数学の計算シリーズとかね、いろいろあると思いますんで。それも政府の数ばっかりとかなくて、自分がちょっと苦手なところだけ選んでいいですから、自分の科目が弱い科目を特にこうテキスト見てで使っていってほしいなと思いますね。この全体的な説明はこのスケジュールでいきます。いいですか。はい、じゃあ休憩し、あ、休憩ね。俺の休憩ね。俺はまた10時まであるんだと。すごいすごいですよ。もうここに高校1年生書いてないだけなんです。はい。じゃあ終わります。はい。さあ、さあ。Thank you.
止めてくれた、はい、